お腹をへこませるためにはまず反り腰を解消しなければいけません。この反り腰を解消するためにはもちろん腹筋運動も大切なんですが、腰を柔らかくすることがまず一番なんです。腹筋がどんなに強くても腰の力の方が強ければ体のラインは崩れます。腹筋が弱くて腰が強ければ反り腰になってしまって、お腹をへこませる力が出ない、反り腰の状態が治らない、そういう風になります。そこで大切なのが腰のストレッチとお腹に力を入れておくバランスが大切です。そこで通常は腹筋といえば体を起こす戻す、足の位置を変えて起こす戻す、力を入れて抜いてを繰り返すと思います。お腹に力を入れた状態で腰のストレッチができなければ反り腰は解消されませんから、お腹に力を入れるというよりは腰をストレッチした状態でキープする、その時にお腹に適度に力を入れる、そのバランスがすごく大切です。今回はそのバランスにぴったりなメニューを紹介していきます。20秒です。数種目ありますので一緒に頑張ってみてください。それではいきます。まずは通常の腹筋の状態から膝を抱えます。このまま体を起こしてこの状態でキープです。しっかり腰が伸ばされている感覚を感じてください。いきます、スタート。この状態でキープです。しっかり腰を丸めてください。少しでも下を向く感じです。腰が伸びる感じがあれば OK です。そこで適度にお腹を引っ込めて腹筋を軽く力入れてください。はい、 OK です。次は座った状態からももの裏を持ってゆっくり倒れて腰がついたらキープです。いきます、スタート。これでキープです。これもしっかり腰丸めて、ちょっとお腹に力入れた方がいいので、できればちょっと肘を曲げて手の力を抜いてください。これでお腹に少し力を入れてキープです。腰がしっかり伸びてると思います。 OK。今度は足をついて上体を起こしたまま軽く左右に動きます。あんまり力んでお腹に力入れてはダメです。あくまでも半分腰のストレッチです。いきましょう、スタート。こういう感じで腹筋の奥、内腹斜筋も使います。息は長く吐きます。はい、OK。今度は足を抱えるのを片方ずつ入れ替えます。しっかり腰のストレッチをしてください。いきます、スタート。これもちょっとはお腹に力を入れた方がいいので、手は軽く力を抜いてください。息も長く吐きます。半分腰のストレッチです。はい、OK。 肘ついたまま足を伸ばしてしっかりここまで足を上げます。この時に腰のストレッチです。いきましょう、スタート。しっかりね、腰が伸びてるのを感じてください。腰をストレッチ、適度に腹筋を使う、このバランスが良くなるとお腹がへこんで反り腰が治ります。はい、OK。 はい、膝曲げたままで今度は腰を丸めてこういう感じです。いきましょう、スタート。お尻が浮くぐらいね、腰をしっかり丸めてください。だいぶね、腰がストレッチされて足がね、動かしやすくなってると思います。はい、 OK。はい、今度このまま足伸ばして足動かします。いきましょう、スタート。腰がね、だいぶストレッチされてるんで腰があんまり反れなくなってきてると思います。しっかりね、息を長く吐きながら腰が浮かないように頑張ってください。はい、 OK。はい、今度は足閉じて手を前へ伸ばして上体を起こして膝を触ったままキープです。いきましょう、スタート。このままでキープ。息
息を長く吐きます。しっかり腰張り上げて、体がね倒れそうな時はしっかり下向くといいです。下向いてキープ、腰のストレッチです。はい、 OK。 最後は膝を抱えてこのように転がります。ラストいきましょう。スタート。最後ね、しっかり腰丸めて、できる方は肘少し曲げて、腹筋をこうやって軽く使って起きる感じです。辛い方は手を持って、はい、 OK。 お疲れ様でした。今回のメニューを毎日やることで確実に反り腰が改善されてお腹がへこんできます。お腹をへこませるためには体のラインがすごく大切です。どうしても反り腰、猫背になってしまうとお腹が出た状態になる。腹直筋ばかり使ってインナーマッスル使えてないとお腹をへこませる力がないので、お腹がすぐ出やすくなる。そういった原因がある方は今回のメニューをやってください。頑張ってやったよって方、グッドボタンやコメントで教えてください。各種 SNS もやってますので、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。